新たな視点で物語を語ります。これは、ウォシュロム・アクアロックスという驚くほど透過性の高い2週間使い捨てコンタクトレンズの物語です。この物語は、日本中に広がる人々の喜びと興奮に満ちています。かつて、私は目の状態が良くなく、医師から治療を勧められました。その後、私はウォシュロム・アクアロックスを知り、試してみることにしました。その結果、目の状態が改善され、 私は生活の質を大きく向上させることができました。しかし、私だけでなく、他の多くの人々もこの製品に魅了されています。特に、人気俳優の平野潮さんがゴシュロム、アクアロックスのイメージキャラクターに起用されたことで、その人気はさらに高まりました。彼の美しい瞳とともに、製品の品質と快適さが証明されました。この製品は、 乾燥しにくく快適な創業感を提供するという特徴で人々の心をつかみました。多くの人々が乾燥目の問題を抱えている中、アクアロックスはその解決策として注目を浴びています。さらに、4月には卵子用の新製品も発売される予定です。これにより、多くの人々がより適切な製品を見つけることができるでしょう。また、平野潮さんの再起用により、 さらに多くの人々がこの製品に興味を持つことでしょう。ボシュロム、アクアロックスは目の健康と快適な創業感を追求する人々にとって理想的な選択肢です。その品質と効果は多くの人々によって証明されています。そして、ヒラの仕様さんの存在がその魅力をさらに高めています。この物語は製品の透明性と快適さが人々の生活にどれほど大きな影響を与えているかを物語っています。 これからも、私たちは、ボシロム、アクアロックスという名前とともに、明るい未来に向かって歩んでいきます。次は、あなたの番です。あなたもボシロム、アクアロックスの世界を体験してみたいですかそれとも、他の製品を選択する理由がありますかあなたの物語を聞かせてください。